いや森のこと言ったら、森重のこと言ったらまたこれ時間かかるけどさ、あいつはね男気あるし、親分肌だし、車降りたらね、ホールドアップされたってんだよ、これ本当の話やで、お前嘘って言うなよもしもし、こんにちは、ご無沙汰しております。いや森のこと言ったら、森重のこと言ったらまたこれ時間かかるけどさ、あの次回のゲスト多分森さんになると思う。あ森さんにメッセージお願いしますしげ俺のことうまく言っていやだけどなんで あいつはね男気あるし、はい、親分肌だし、あいつはいい男だったな。言葉遣いはね乱暴ですけどね。いや全然、うん、全然 あいつがあの投げる時にね、うん、たまたまある団体の人がね車3台で積まれてきて、はい、オーナーの車抜いてそれで怒られたらしい。シャバに出てきた、ね、いろんなカモがいますからね、はい、いやだけど俺ね中日でね、中日の外国人が毎年当たるでしょ、はいはい、いい選手来るでしょ、はい、ドミニカから連れてきましたね、うん、キューバドミニカ、はい、で俺は聞いたのは、お前なんでそんなにね、うん、いい選手ばっかり取るのったら、うん、彼はシーズン終わったらかあのコーチの時も監督の時もすぐ行くの中南米、はい、それ1ヶ月半ぐらい向こうに過ごすの、はい、それで一人の球場ウィンターリーグやってるからやってます、ね、見に行くでしょ。でおこれはいいなと思ったらねずっと追っかけるんだって。うんだから自分の目で見て取るから外れないわけよ、うんうん、野手で結構成功してますもんね。野手もね、ピッチャーもそこそこでしょ、うんうん、で、ね、向こうはねキューバで怖いじゃん。でたまたま歩いてたらね車降りたらね、うん、ホールドアップされたって言うんだよ、あいつから多分言うと思うけど。それでいつも車の中に1ダースね、はい、ニューボール置いてんだって、はい、ジャストモメントって言うプレゼント、うん、フォーユーって言うと、うん、あ OK。ボールっていうのはもう貴重品なのよ。あらまあ、うん、サミー・ソーサって言ったやろ、はいはいはい、カプスに、はい、彼のちっちゃい時 の, あの野球はなんでスライダーが打ってたかというと、うん、これ本当の話やで、うん、嘘って言うなよ、うん、線抜くやん、はい、ビールだとかなんとか、はいはい、そうすると子供たちがそれを投げるんだって、おうボッキレで打つんだって。線を投げるの、ボールじゃないんだよ、ないから。投げると線というのは大体スライダーするじゃん、うん、それでやってたって。本当本当俺の能力で今作り話できるかこんな僕はあの96年に対して97アメリカ行った時にですね、うん、最後1ヶ月か2週間かドミニカ行ってきたんですよ、うん、やっぱり粗悪な、それこそ段ボールで作ったグラブですよ。そうそうそう、バットマップ段ボールみたいなものでスパイクも靴もないし、でサミー・ソーサとか、ペドロ・マルチネスとか野球で成功した人間の、まあ、真似をして野球少年が多かったんですけどね。そうだ、はい、線投げるとこ見たことなかったですよね。そう昔聞いたよ、サミー・ソーサがまだ現役でバレバレの時に、うん、あの線で打ってたって。だから全部まっすぐじゃないんだよ、曲がるんだよ、うん、だから変化球よく打てたって。お前で、まあ、ホームランキング争いましたからね。本当だよお前、大谷の話も本当やでお前川にボンボン打つからお前こあれほんまやでお前。松井秀喜も本当、本当だよ、右バッターが左バッターお前それいい、そんな作り話俺には頭じゃ誰も知らないですよ多分、うん、知るわけないよ。これ見た人がみんな、うん、あそうか、うん、だからガキの頃にそういう逸話の持ってるやつがやっぱりいい選手になるよ。だからキューバとかでもこういう壁に弾丸の跡があるじゃん、はいはいはい、今でもはいはいあります、はい、革命の跡がありますよね。俺本当にあの森重のやるときね後ろで聞いていたいわ喋ってお前それは違うだろうって言われてタイム入ってきたよ。あ一度じゃあ皆さんの同窓会東大阪に出て田淵さん、東尾さん、森さん。俺はね、11月の18日ね、あいつの誕生日で、ね、いつも電話してんだよ。おう、しげ、おめでとうっつってね。で俺の知ってる親しい人の誕生日には、絶対俺手帳に、この日は誰々、2月9日、
ひろかさん、誕生日おめでとうございます。おいくつになりましたか？88になったやつ。電話してるんですか？当たり前じゃん。なんで？いや、今最初の会話で、まあね、いいイメージ持たれてないのかなと思って。だから優勝して給料上がってから人間は信頼感が出てきたんですよ。はい、もうね、人間はね、嫌いでもね、時代が変われば好きにならなきゃダメ。好きになったやつを嫌いに なったらね、ちょっと寂しいけど。そうですね。嫌われる、騙すよりか騙された方が楽だろ。はい、騙された俺はこれに。今の奥さんが俺の最高の。本当ですね、明るい奥さんが。最高だよ、あの声のでかいのはすげえや。らしくていいですよ。声のでかいのには悪いやついないっていうからね。嘘つけないですよね。こそこそ話ができない。はい、これで、終わりますけど、はい、次回、森シェイカーズ、はい、よろしくお願いします。私の射程です。わかりました、はい。はい。心してかかります。はい、ありがとうございました。はい、森君、よろしく頑張ってね。次回。森ちゃんに聞いておくか。来年くらいか。森シェイカーズ何やってんの。もしもし、はい、ごめん。こんにちは、ご無沙汰しております。はい、元気。なんかハイテンションですね。はい、はい。何？あ、釣り。へえ、はい。あ、そうなんですか。はあはあはあ、大変でございます。はい。お願いがあって電話しました。今年から僕は YouTube を始めまして、はい。で、森重野さんにも登場してほしいと思ってます。で、森さんは先輩はいつ暇？来年あたり一回出てください。来年あたり出てくださいよ。いい？はい。まずね、江夏豊さん出ていただいて、トミさん出ていただいて、で、今度は田淵さんに今度は出ていただくんですよ。はい。してないな。田淵さんも結構ね、神経使ってる。うん。うん。うん。そうですよね。はい。12月15日に田淵さんとやらせていただけるんです。はい。はい。はい。じゃあ、来年行ったら、まあ、先輩お願いしますね。はい。はい。はい。すいませんです。はい。はい。森重和さんなんですけど、その田淵さんがですね、はい、次は誰だって言うから、うん、森さんだって言ったら、おお、重か、電話しとくわって、おお、重、俺終わったぞ、今、重の YouTube、今度お前だからなって、俺を褒めとけよ、頼むぞみたいな、楽しくやれよみたいな、大学時代、怖かったです。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まず、チャンネル登録をお願いします。そして、いいねもついでによろしく。それで、いろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。